皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今回はですね、田村くんから、はい、まあ、質問を受けてお答えしようと思うんですけど、もともとコメント欄から拾ってきてもらったものについて、今日は1個テーマを決めてお話ししたいと思います。はい、コメント欄にあったのが1万時間の法則を肯定しますかってありました。まあ、どういうことかというと、どんな分野でも1万時間は努力しないとエキスパートになれない、そういう話多分小林さんも聞いたことあると思うんですが、それについてどう思われますかっていう。そうですね、はい、だから1万時間ってね、結構まあ長いわけですよ。そうですよね例えばですよ、まあ一般的にこうサラリーマンの人が働くのが1日例えば8時間とした場合、ね、1万時間って何日か分かります？3、5年ぐらいですか、4、5年、4年ぐらいですかね。5年はかかんないけど、はい、例えば100日働いたら800時間じゃないですか。はい、ね、でってことは1000日働いて8000時間なわけですよ。はい、ってことは仮にですよ、まあそんなことありえないけど、はい、毎日働いたとして、はい、まあ、3年以上かかるわけですね。だから5年はかかんないけどなので、まあそういうぐらいの、まあ、分量をやんないとエキスパートになれないんじゃないかということで、はい、まあ、これはね非常に難しい部分であると思うんだよね。まずどんな分野でもっていうのは、はい、イエスでありノーかなと、はい、というのは、例えば、まあ、プロっていうのをイメージするときに、例えばプロ野球選手とか、はい、サッカー選手とか、まあ、僕なんか好きですよ、囲碁とか将棋のね、方々とか、まあ、彼らを見ればどうやったって1万時間超えて、そうですよね、それでね、プロにこうなれるかなれないかとか、まあ、プロの中でも一流かね、どうなのかっていうのをやっていく世界だから、はい、まあ、1万時間じゃね、ダメだよ、むしろ1万時間が最低だよみたいな世界だっていうのは分かるんだけど、そうですね、じゃ例えば普段こうビジネスの世界とかで、まあ、一応プロをね自称してる人が本当にその内容に1万時間かけてるのかっていうと、まあ、そうではない部分も多いのかなとは思う。だよく言うのはさ、寿司職人の話とかさ、はい、聞いたことない？なんかありますね。最初はもう最初の3年間はとりあえず皿洗いやってみたいな。そう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 。まあ俺も詳しくね、何年皿洗いかは知らんけどさ、なんか卵焼き焼くのにね、何年かかるみたいな、ね、聞いたことあるじゃん。シャリを触るのに何年みたいなさ。ありますね。はい、で、まあ、それがね、いいか悪いかは知らないよ。僕はそのプロじゃないから。でも、そうやって本当にこう長い年月をかけて覚えていくんだっていうのもあれば、でもね、いや寿司のスクールじゃないですけど、はい、で作る学校に通えばすぐできるようになって、それでね、なんかミシュランかなんかね、取った人もいるみたいなね、そういうのもあるんで、やっぱり時代はね、ちょっと変わってきてるのかなとは思う。で今まであれば、やっぱその遠回りをすることで得られたものっていうのを、直接的に取りに行ける時代にはなってるのかなって思うんですよ。確かにそういった下積みの部分が、なんか前の方が、今の方が、ちょっとそこを、払ってまあ効率的に能力を伸ばそうみたいな傾向あるかもしれないですね。そうで、まさにこれって僕らがやってる教育系のジャンルでも同じことが言えるんですよね。例えば今までであればまず予備校の先生になりたいっていう人は、まず自分の知名度を上げるためにどこかの予備校に所属するか、もしくは大手の予備校の超難しい採用試験をクリアして、でもそこでまず一番下じゃないですか、でだんだんいい講義をしてどん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 こう人気になって上がっていくっていう世界だったけども、例えば今はね、例えば SNS とかこう YouTube とかを使えば、とりあえず知名度を上げるということはね、どんどんできやすくなってるかもしれません。確かに、でも逆に言えばね、今までこうやってきた人たちの積み上げっていうのもあるわけよ、要は自分たちが1万時間やってる間に他の人も1万時間やるわけよ。そうですよね。そうで、まさに予備校業界とかってそうで、僕が現役時代に習っていた先生っていうのが、実は僕のね10年上の先輩、15年上の先輩方が受験生だった時も習っていた先生がいて、なるほど、でそれこそその先生の授業を今現役の皆さんが受けているみたいな、ずっといるわけじゃんその先生。確かにずっといますよね。でその先生はじゃあなんでただの老害なのかっていうと、そんなことはないわけですよそうで新しい先生が頑張って、まあ、1万時間か何千時間知らないけど訓練してね参入してくるけど、その人が頑張ってる間にそのプロの一流の先生だって頑張ってるんですから。そうですよね。そんな時間こうやっていく、そうこうなりますもんね。そうだから1万時間やれば単純にエキスパートプロになれるかっていうと、必ずしもそうでない部分もあるわけよ。だから大事なことっていうのは、もちろん絶対努力は必要で、僕の感覚ですけど、どんなことだとしてもやっぱ1000時間ぐらいはやっぱ必要。1000時間、やっぱそれは自分で考えたりとか調べたり実際にやってみたり、いろんなことでやっぱり1000時間ぐらいはやってみないと、まあ、一応それで、まあ、ご飯を食べるとか、まあ、一流のプロと言わなくてもね、ご飯を食べるとか、それで生活が成り立つぐらいのスキルっていうのはなかなか得難いと思う。あ、そうですね。ご飯食べていくっていうのは難しいですかね、やっぱ1000時間は必要だから、簡単に言えば3ヶ月とか4ヶ月必死にそればっかりやるってことだよね、でもそれで、まあ、最低だよ、本当はもっと必要ですけどね。そうですよね。だけどじゃあそこから上はどうなのかっていうと、やっぱどんなところに参入していくのかとかによって全然変わると思いますよ。
確かに、うん、だから例えば、うん、YouTube、はい、ね、例えば YouTube のエキスパートになりたいって言って1000時間やっても無理ですよ、うんうん、だってもう登録者数100万人とかの人いるじゃん。いますね、もうすでにその、ね、もう毎日投稿とかどんどんやってる人がいっぱいいますもんね。そうだしね、一番の分かんないヒカキンさんなのかな、はじめ社長さんか分かんないけどね、はい、もう何百の700万分かんないけどすごい人数じゃないですか、はいね、そういうふうなことを考えたら、じゃあ今からね、はい、1000時間さえやればちょっと違うじゃん、うん、ちょっと無理です ね、それは。だけど例えば今までにないことをさ、じゃあ今自分が始めよう、うん、1000時間ね努力しながらスタートしてみようだったら、うん、もしかしたら第一人者になれるかもしれないわけで、うん、なんかだから僕は別にじゃあ既存のね業界に入るなって言ってるわけじゃないんですよ、うん、だから何時間かっていうのはその自分がやっぱ入っていく業界によって変わっていくんじゃないかなと、確かにいうふうには思います、うんうん、やっぱ本当にそうだと思うんですよね、うん、さっき言ったからプロ野球とかさ、はい、あのプロの将棋のね先生方っていうのも、うん、じゃあ1万時間でプロになってもそっからが戦いじゃないですか、はい、だからまあね1万時間いいっていうことはないとは思うんですけど、ただやっぱりどうやっても1000時間は必要かなっていう印象ですね、うん、できれば3000時間ぐらい、うんうん、っていうのはやっぱり僕自身あのコンサル会社に入って、まあ一応ねあのコンサルのこう仕事がもらえるようなレベルになるのにどれぐらいかかったかっていうと、まあ、僕はコンサル会社を数年で辞めてますけど、まあ、それでも、うん、自分の感覚で言うとやっぱり半年ぐらいは必要だったなと思うんですよ。僕はめっちゃ1日8時間どころじゃなく働いてたけど、でも半年だったらまあ毎日働いてるとしても180日じゃん、はい、1日10時間働いて1800時間、1800、まあそこまではさすがに働いてないかもしれないけど、でまあじゃあそれでどうだったか、うん、もっと足りてないかなって感じだから、やっぱ3000時間ぐらいは必要だったなっていう感覚はあるんですよね、うん、うん、ってなるとまあやっぱりどんなに効率的にやっても、うん、1000時間は必要だったなっていうふうには思いますね、うん、やっぱね、そこはやっぱ大きく違いはある。だし、それこそ受験勉強とかそういうのって、まあ、3000、5000時間やって当たり前な世界なんで、うん、まあ、1000時間って当然無理だしね、うん、だからどんな分野かにはよると思うよね、うん、でもなんか最近ほらプログラミングとかさ、はい、まあ、僕は詳しくないけどね、例えばほら何百時間でね、あ、ありますね、とかね、うん、あと例えば僕が勉強している司法試験の予備試験もね、うん、まあ分かんないけど人によるらしいけど、なんか早い人は2000時間で受かるとかさ、うん、いろいろ言われたりするから、まあ、本当にそれはこう千差万別なのかなとは思う、うん、ただ効率よくやる方法は出てきてるはず。そうですね、情報はもう、うん、そうさっきの寿司スクールじゃないけど、はい、直もちろんね、だから別に遠回りするのは悪いって言ってるわけじゃないですよ、はい、それはそれでこう人生経験とか深みが出るとは思うんだけど、まあ、でも直接取りに行けますかって言われたら、今までよりは圧倒的に直接その答えを取りに行ける時代になってる。もちろん対価は必要だけどね、うん、寿司スクール通うなって別にゼロ円でね通えるわけじゃないから学費は必要かもしれないけど、うん、あの寿司の学校にね行って教えてもらうことができるようになってる時代だから、それはいろんなこともそうなんですよ、うん、だから YouTube に関してもさ、今までだったら誰もねあの映像のやり方とか分かんない人は何もできなかったけど、今 YouTube をそもそも見ればね、うん、カメラの使い方とかね動画の編集の仕方とかみんな教えてくれるんじゃないですか、うん、それ見ればねやりやすくなってる、じゃあやりやすくなってるとも言えるわけ、うん、だからそのうまくその自分がその最短距離で答えをつかむっていうことをやるべきだし、うん、だそのために逆に言うと時間をお金で買う時代になってるんですよ。時間をお金で買う、うん、確かに。そうだからさっきのさ寿司じゃないけどね、はい、本来だったらこう下積みしながら、うん、まあ、むしろお給料 もらってんのかもしれないけど、うんうん、どうなんですかね、弟子とかって給料もらってんのかな、分かんないけど、もう一応もらってるじゃないですか、分かんないけど、もうもらってね、はい、あのまあ、少ないかもしれないけど、もらいながら、はい、まあ、下積みずっとやって、うん、っていうのが今度逆でさ、うん、お金を払ってね、寿司学校に行って、うん、でやり方を教えてもらうっていう時代になってきてるわけじゃん、うんうん、そういうことなんですよね、多分、うん、要はその対価をこっちから出すことで、早くね、何かが得られるっていう、あ、うん、まさしくだから僕らがやってることも、まあ、それに近いっちゃ近いし、ね、まあ、僕がやってるコンサルティングもそうだし、うん、受験生の方の指導もそうじゃん、うん、まあ、お金をいただくことでこちらが何かを提供するってわけで、うん、だそういうものを、まあ、うまく使っていくっていうのが、まあ、これからの時代大事ではあるとは思う、うん、だから遠回りが悪いわけじゃないんだけど、うん、やっぱりそのなんていうのかな、いかにエキスパートになったりとか一流になるかってことは結局なんていうかな、プロになってからの勝負みたいなとこあるんだよね。ありますよね。まず最初に僕すごい思うのは、プロになるまでに必要じゃないですか、時間が、うんうん、で頑張って頑張ってよしプロになりましたってなったところで、結局プロの中にもそのヒエラルキーがあるから、結局そこでまた上がっていくためには、またそこでさらにそれ以上の努力をしていかないといけない、 そんなところがあると思いますね。そう、最初から一番上なんて無理なんですよ、はい、最初からっていうのはね、それこそ超天才じゃない限りは、さっきの予備校の先生じゃないけど、まずさその予備校の門叩くのにハードルがあるわけで、はい、
さらに叩いた中で、その中でのまたピラミッドがあるわけで、っていう中であるなら、まず最初にそこに入っちゃうことが大事だ、うん、寿司屋さんだってそうでしょ。だからまずその握れるようになるのに何年かかって、で自分でお店を出します。でそこがちゃんと繁盛するようにいろいろやることにまだ何年かかる、うん、あとやっぱなるべく早くそのなんていうの、戦いの世界に行った方がいいわけ。そうですよね。そうではなんてイメージで言うと、資格を得るという段階と、うん、その資格の中で戦う、別に資格っていうのはなんか免許とかそういうのだけじゃなくてね、うん、そのまず世界に入るって、うん、その世界で戦う、この2個のフェーズがあるから、うん、なんか1万時間なのか3000なのか1000なのか分かんないけど、どこで時間をかけるのかよく考えておいて、だその世界に入るのにはあんまり僕は時間かけない方がいいのかなって、うんうん、やっぱり例えばじゃあお寿司屋さんやりたい、はい、うん、まあ知らんけどね、じゃあ18歳とかで思ってさ、こうやって教えてもらってね、じゃあ10年かかって28歳 でそこからね、ゼロからじゃあ自分で何かやるのか、うんうん、っていうのと、いやいやなんか3年とか、ね、2年でさっと勉強して、うんうん、まあ、寿司学校はもっと早く学べるらしいけど、あ、そうなんですね、そうそう、そんでパッて学んで、じゃあ20何歳からチャレンジする、うんうん、やっぱね、失敗繰り返せるという意味ではやっぱ明らかに20代で、ね、前半でやっちゃった方がいいわけだからね、吸収も早いですしね、若いから。まあそうですね、うん、だからそういうのもあるから、その、まあ、世界に入るその資格を得るというところはなるべく早くやって、うん、その中をやっぱ実際に自分の手足を動かして学んでいくっていうのは必要かなと思うんですよね。だ僕なんか、うん、これ聞いた話ですけど、はい、まあ、自分でねこう寿司をね、どっかに弟子入りしてずっとやるぐらいだったら寿司学校行ってで、ね、まあ、人手不足ですから飲食店、そのまあ寿司屋さんで普通のだから超高級店とかじゃなくて寿司屋さんで働くことでそのスピードが求められるとか、でどういう風にやるのかとか、在庫管理とか店舗管理とかそういうのまあ学べるわけじゃん。でそういうとこで 1年2年働かせてもらって、それとか独立するとか、まあ、そういう話もなんか聞いたことあって、まあ、実際にやってる人がいるのかとか知らないけど、あでもそういう考え方もあると、だからね、ずっとさ師匠の背中見てさ、はい、盗むってだけじゃなくて、うん、もう習っちゃって、うん、で実践してね、お店で、で実際自分ができるのかどうかとか、ね、ノウハウをもう吸収しに行って、うん、やってった方がやっぱ確かに距離は短くなんじゃないかなとは、うん、思いましたね。で何事も確かにその時間は必要ですよ。だから1000時間なり3000時間なり容易じゃない時間が必要だけど、うん、まあ何でも1万じゃないし、うんうん、やっぱりそのどっちかというとその世界に入ってからの戦いなんだなというふうに思います。いやもう本当に、いや実はあの僕も一時期ちょっとまあゴルフやってた時があって、うん、で、まあ、ちょっとまあちょっと恥ずかしい話、ちょっと夢見てた時があったんですよ。ゴルフちょっとゴルフで食っていけるかなワンちゃんみたいな確かにあのすごいんですよ田村君ゴルフね、今まで動画で話したことないけどねでそれでまあすごい見たんですけど、うん、まあ、仮にもう100歩譲って、まあ、1万時間か何万時間か分かんないですけど、まあ、プロになれたとして、もうそっからまたもうよりでかいエベレストというか、まあ、普通にあのプロになるのが高尾山だとしたらプロの山がもうエベレストみたいな、うん、それぐらいの差があるなと思ったんですよ。でもう高尾山に登ってももうそんな無理だなと、エベレストなんて絶対登りっこないな、高尾山の前にと、うん、ちょっと分かりづらいけど、ね、あちょっと分かりづらいですまあちょっと思って、うん、本当にもう本当プロになってからが戦いだっていうのをすごい気づいて、でまあちょっと無理だなと思って諦めました。うん、まあね、それがね、まあ、良かったかどうかは分からないけど、はい、まあ、そういう本当にこう世界に入ってからの戦いっていうところはね、はい、ありますよね、うん、なので、まあ、質問してくださった方がね、うん、どんな意図で聞いてくれたのかわからないけど、ちょっと話広げて回答してみたので、はい、ぜひ参考にしてください。はい、というわけで本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。